最後の1個、最後の1個だわ。ありがとうございます。ああもうこれ全部完売ってことね、この。あ、どんな内容かっていうのを今日こちらを上げていこうかなと思います。今日はね、あの JR 岡山駅に来てるんですけども、まあ、以前もね何度かこちらの方にねお邪魔させてもらったんですけども、まあ、今回はその駅弁ということでね、ちょっとあのそういうシリーズで、やっていこうかなと思うんですけども、駅弁なんですけど、この外側にはおそらくないのかなと思うんですけど、一番分かりやすいのはこの新幹線のね乗り場の中にあるということで、ちょっとねやっぱ入場券が必要だということで、買って中に入っていこうかなと思います。こちらで入場券買えます。入場券、はい、はい、上よりこっちの方が在庫多いみたいなんで、はい、前はこっちを買ったんですけど、何がいいかな、気持ちいい。もうこれ全部完売ってことね、この。にぎわい弁当、にぎわい弁当、はい、はい、じゃあこれ下ついで、はい、最後の1個、最後の1個だわ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ね、はい、はい、まああの新幹線乗らないですけど、雰囲気だけでもお伝えできたら、おお、なんかどっか行くぞみたいな。まあね、これどこで食べるんだということで、ちょっと特別な場所借りて食べようかなと思います。はい、まあ、ちょっと後ろが、ね、騒がしいんですけども、まあ、ちょっと気になったところが、あるんですけども、まあ、この岡山駅 の噴水が、まあ、有名だと思うんですけど、もうすでに、ね、これ見ていただいたら分かるんですけども、こちらですね、いつの間にか解体が始まってね、これどうしようもないというか、ちょっとびっくりしたんですけど、もうこれ解体徐々にされていくというか、まだ全部解体されてるわけじゃないですけど、こういう感じでね足場が組まれているということで、もう時期に
なくなるということかなと。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。めちゃくちゃ甘いけど、じゃあありがとうございます。はい、受け皿がないけどすごいすごいでしょ私失敗しないのでありがとうございます。はい、ご意見どうぞ。はい、今日はこちらになってます。下津ですね、漁港ってのがあるんで、その小島、倉敷ですね、まあ、タコが有名だったりねするんですけど、ちょっとまだよくわからないんですけど、どんな内容かっていうのはちょっと今日こちらを挙げていこうかなと思います。はい、おお、今日ラスト1本というか、もうこれで終わっちゃうということで、なんかいろいろ入ってますね、この下津井の駅弁が。内容こんな感じになっております。左上から説明したいと思うんですけども、イイダコの醤油にちょっと隠れてんですけども、ちっちゃいイイダコが入っております。そして煮物の炊き合わせ、お漬物、大根桜漬けですね。そしてその下が、抹茶わらび餅、天ぷらの盛り合わせ、エビ、椎茸、青唐、肉団子、ごぼうの旨煮、さわらの白醤油焼き、枝豆とひじきに、はじかみ生姜、厚焼き卵、そして、岡山で有名な祭り寿司が入っております。こんな感じになってます。あ、この下津井のタコもちゃんと入ってますね。こんな感じです。ママカリとかこんな感じです。エビですね、これが、まあ、椎茸かな、はい、ミートボールで、こちらが多分和菓子かな、はい、まあちょっとこういう感じで煮物系が入ったり、まあこのママカリ寿司というか祭り寿司が入ってます。結構シンプルですけど、なんかいろんな要素が詰まってますね。じゃあちょっといただきます。これ岡山のママカリーですね、うん、あ、うまい。エビの天ぷら、うん、あ、全然いけますね。電車の中でね、まあ、魚になると気になるんですけど、骨が入ってるのかどうか、うん、あ、骨もあんまないですね、ほとんど、ほとんどってか全然、うん、で、駅弁をね、食べながらこれ日本酒を飲むと。そうですね、感想的にはまあそのいろんなね岡山の要素が凝縮されて、でまあその普通のお弁当と違うところは、まあ、冷えても美味しくいただけるというのが駅弁なのかなと思いました。ごちそうさまでした。そう、コラボしてるんですよ。はい、こんにちは。ちょっと後ろにも気になる人がいる。そう、ちょっとペがいるんだけどね。はい、気にしてる。あの土日は限定で、うちはあの倉敷のふるさとさんのおかんの餃子を出させてもらってるのと、あとあの実は水曜日、昨日からあの岡山の農業高校レストランの、はい、どうも。僕も前から気になってたんですけど、農業高校って書いてあるから、もしかして高校生がやってるレストランかなってちょっと思って、すごい気になってたんですけど、そういうわけじゃなくて、はい、そういうわけではどういう感じなんですか、ね、農業高校の食材を入れ替えて、あ、なるほど、はい、調理してお出ししてます。高校生さんたちが作った。そうです、はい、はい、分かりました。じゃあまた、ね、タイミングがあったらぜひあのレポをしてください。ありがとうございます。はい、皆さん見てみてください。ありがとうございました。はい、カトちゃんペペーマペ、はい。ヤバンスピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。